宮沢雅昭写真の流儀始まりました。はい、ということで写真集を選ぼう。そうだね、もう尾藤が好きなの選んで持ってくると。とりあえず女の子ですよね。でも別にロバでも何でもいいんだよ。ロバあ、ロシなんて写真集部屋あるだろう。面白いですそれ。そんなことやってたね。面白い。これにしましょうか。いいよ全然。ね、サンプルとか書いてある、まあ、サンプル。じゃあこれにします。ロシなんて写真集ヘアヌード。ヘアヌード。電波少年の企画でライハ少年とか確かあったのよ。はい。それでロシなんてってロバが有名でさ、いつ頃だったっけな、はい、もうだいぶ前だよね。ロバが有名、1999年だからね。初版がこれものすごい売れたんだよ。あ、そうなんですか。16万部ぐらい売ったんじゃないかな。ロバの写真集。ロバの写真集。でもこれテレビで有名でね、このロバがね。何の。それで僕が彼を訪ねて写真撮ったりとかするけど、本当にこいつね、人にこうやってゴーッと乗っかってくんだよ。あ、愛嬌あるんですね。そうそうそう。で、僕も一緒になんか毎週テレビ出てたりしてて、ロバと一緒になんか誰かが旅したんだよね。裁判席だから誰だか分かんなかった、私やったんだけど。はい。それで、その後、その、どうしてるかなっていうアフターロシナンテを訪ねてみたいのがあって、僕がロシナンテのとこを訪ねて行って、はい、で、まあ、2人で街中出たりして撮影したり、はい、まあ、いろんなとこ行って撮ったのが、この写真集、はい、もう、まあ、20年ぐらい前ですかね。もう20年、1999年だから20年前だね。確かに面白い顔してますね。かわいい、あどけないのよ、はい。ほら、もうペロペロカメラ舐められたよ、これ。これ九十九里かなんか連れてったんだよね。へー、確かね。しかもそんな移動も可なんですね、このロバちゃん。そうですよ、移動可だから、はい。うわー、すごい、面白いですね、これ。もう超ワイドだよね。しかも、九十九里ってことはこれ朝日ですよね。あ、これはでも、朝日かな。九十九里、朝日。そうだね、これ朝日だね。夕日だったら逆だもんね。ですね、すごっ。そう、ちょい言ってますよ。おー、この叫んでる顔が有名で、はい、この顔は、おたけみ。どうも宮さんが勝手にこのレンズ選んで撮ってる。そうそうそう、もうとにかく迫力ある、もうなんかこう歪みとか関係ないよみたいな感じで、はいはい、とにかく彼の顔をこうね。確かに面白い顔してますね、これ。いいでしょう。へえ、面白い。おとぼけた顔なんですよ。あ、すごい面白い。発声練習をする多いんだ。あ、だからもうファンがいっぱいいたってことなんですね。いやいや、もうすぐだってロシナンテのストラップとか当時いっぱいあって、はいはい、いろんなグッズも結構日テレの、あの麹町に日テレのね、まだ日テレが今のあの汐留に映ってる前が、あ、明けぼの橋、そう、麹町にあった。麹町、あ、ありますね、まだ。その時の1階のグッズ場とかってもロシナンテだよ。すごいですね、なんか日本の話と携帯ストラップとかあったのね。あ、本当ですか。うん、俺も持ってたけど携帯ストラップ、うん、これもでも超ワイドだからもう、あ、本当触る寸前まで。そう、触る寸前。これ蹴られたら危ないよね。危ないですね。うん、すごい。当時怖いもの知らずだね、俺は。はい、もう僕は横にいるアシスタントの気持ちで今見てますけど。でもあの結構そう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 、こう犬とか、あ、犬じゃないや、馬とか他の子が現れるとすぐ寄ってったりして、すぐ長くなるんだよ、年なんてって。人懐っこいとか動物懐っこいとか。へー、すごい。もうこの子がそういう性格ってことですよね。うんうんうん、楽しそうだな、動物も。なんかいい仕事がね、このね、目の相方が。ですよね、普通寄ってかないですよね。そうそう。しかもこの子がすごい冷静な顔している。まあね、同じ馬から血が騒いでるって書いてある。本当ですね。うわ、ほんすごいですね、面白い。そうなん、チューするんだ、うん、てかな。でもこれ、あれですね、そのロバーの写真で一冊作るのって結構、うん、大変だ。ハードルが高いですよね。そうそうそう、構成が何でも撮ってやるですよね。耳長いしね、こいつ長いですね、うん、後ろから見たらなんかロバーにしたらすっごい長かったよ。夕日のロシなんて。でもずっとロシなんてと一緒、ずっとロシなんて。これ大変ですね。もう僕は完全に横で荷物持ってるアシスタントの気分ですけどね。すごい。ああ、これなんかね、あれ痒くなるとさ、はい、砂でこうコシコシコする。これは意外とこう得意技。あ、そうなんですね。うん、かわいいんだよね。ほら、やってるやってる。ほんとだ。でもなんかかわいいですね。
可愛いよ。僕なんか動物に関して可愛いってあんま思わないんですけど、可愛い、可愛い。まさかロバの写真だと思ったらやからね。本当ですね。しかもこの何日間に分けてるってことは、もう女性の写真撮って、女性の写真撮って、ロバの写真撮って、女性の写真撮ってしまった。脳の切り替えがすごいですね。かっこつけたポーズ。少し厳しいかも。でも本当、撮るのも大変だけど、組むのも大変ですね。あ、すごい。みんなでロシアントを探そうって。面白い、やっぱ。いたでしょ。すごい。こういうことやっちゃってたんだよ、当時。てか、これがあの、デジタルじゃないから、この頃。はい。これ合成じゃないんだよ。あ、そうですよね。そう。すごいです。これ北海道まで連れてったってことですかね。これは北海道じゃなくて、どこだ、千葉とか、あっちの方じゃないか。あ、こんな世界があるんですね、世の中に。すごい。なんと、新宿都心。すごい。都庁前ですよ。ですね。いや、行ったね、俺思い出した。街中連れてったんだよ、これ。もう無謀でしょ。で、おまけにこの撮ってる時に必ずテレビカメラがついて、はい、で、ライハン少年とか電波少年流すわけよ。あー、その僕が撮ってるシーンを、はい、ロシアに出ると、はい、写真集を撮ってるシーンと撮って、はい、だから俺もよく当時、なんかどこ行くと、あ、ロシアに撮ってる人とか言われたよ。そっちの方が、ロシアっていうのが有名だ。ロシアっていうのが有名だ。大体あのそういうこと言われるよね。あ、いいな、なんとか撮ってる人みたいな感じ。はいはい。あ、まあカメラマンの宿命ではありますよね。神野さん撮った方ですよねとかよく言われると一緒で、はい、この時はロシなんて、ロシなんてだなって、ロシなんてじゃないから俺はみたいな、ロシなんてを撮ってる人なのにロシなんてだみたいな感じで。面白いですね。じゃあもうその時点で撮影をカメラマンをやめてたら一生ロシなんてを撮ってる人っていう。そう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 。それ面白い。ロシなんてを撮ってしょって言ってくれたらもう、まあ、ロシなんてだって。へえ、面白いっすね。ロシなんてじゃないから俺はっつって。この人仕込んだんですか。この人仕込んでないよ。全然仕込んでない。ただ通りすがりのサラリーマン、通行人。変で面白いっすね。面白いでしょ。これでもやっぱなんか撮ってる時は楽しいんですか。楽しいよ。だってほらもう渋谷の街中だってみんな触りに来るから、ほら。うわ、すごい。これあれでしょ、スクランブル交差点だよ、これ。渋谷の。あ、本当だ。あ、人気だからもうあれなんですね。もうそう、みんな寄ってくんだよ。てか区別ついてるのがすごいですけどね。好きな人は見た瞬間にロシなんてってみんな分かるんですもんね。で、またこういうとこ連れてっちゃうっていう俺の企画も面白いでしょ。あ、これ宮さんテレビなくて、そう、でどうせ撮るならもう人混みも行きましょうよって写真集だから安全確保のためにやってくる。でも当時そんなにうるさくなくて、はい、別に警察も注意してもらわなかったし。あ、いいですね。そう言われてみれば結構楽な時代だったかもしれないね、この時代は。写真を撮るにはでも別に迷惑かけてないですもんね。全然かけてない。あ、まあちゃんとこう保護する人もいたしね、これロバ専門の。うん、あ、その教師みたいな人もいたし。なるほど。全然関係ないですけど、こういうおばちゃんって知り合いに一人ぐらいいますよ。いるよね。はい。まあ、関西方面結構多いけど。います、ね。東京にもね、たまにいますね。いますよね。はい。うちのマンションに一人。でも慣れ慣れしくて、人んな作っていいんだよね。あ、本当ですね。今時、あんまりいないじゃん、そういう人。あ、そうですね、そうですね。確かに。あんまみんな声かけなかったりするじゃない。そうですね、うん、なんか最近だともうちょっと今コロナであれですけど、中国からの観光客の人は割とこう寄ってくるじゃないですか、うん、はいはいはい、だから道とかでこう撮ってるとパソコンモニター出して撮ってると、こう撮ってはって後ろ見るとディレクターが大体こうパソコン見ながらチェックしてるじゃないですか、はいはいはい、その横で同じぐらいの距離感で知らない観光客の人がこうやって見ててなんか面白いですけどね。街をさまよってる。わあ楽しい、これ面白いな。いや絶対 嘘ですよねこの、うん、結構流行に敏感だったりする。面白い。でも皆さんすごいですね、この写真撮らないっすよね。ちょっと人間みたいな、なんか、いや、なんか人柄が出ますよね、なんかパーツで。あ、しかもちゃんと情報がありますね。そうです。4000年頃には家畜化されてたんだ。紀元前だよ。へえ。あ、紀元前4000年ですね、うん、今から6000年前でしょ。あ、すごいですね。荒れ地でも、荒れ地。あ、そうそう、結構荷物持ってね、中南米とかの山とか登ってる映像とか見たことあるけどさ、あ、やっぱりそういう部分ではすごい丈夫なんじゃないかな。あ、本当。じゃあ人類の進歩とともに。そうそうそう。だからこう人懐っこい。うわ、面白いですねこれも。鼻毛。これはもうでもマニアックでしょ。はい、西尾さん撮った時のパーツの寄りみたいな気持ちで鼻毛の寄り撮ってる。あ、すごい、何これ、何ですか。
学園にミニポスターで。あ、まあ、これキルテルができるんだもん。ああ、すごい。でもファンが多かったら結構喜んでた。ああ、多かったのよ。16万部だからね、当時。で、これが全部ポストカード。すごい。今で言う AKB ぐらいの企画ってことですね。すごいよね。すごい。ちなみに皆さん、この動物っていうか、ロシナンテ君撮るときになんか心がけてたこととかあるんですか？なんかこの動物、意思通じなくて。うん、なんか急に暴られたら嫌だなとか思うじゃん、はい、なんか結構すぐこうやって乗っかっちゃう子だからこれ、はい、まあ、俺も乗っかられたりしてるうちにだんだんコミュニケーションが取ってきたっていうか、はい、あとはそのコミュニケーションなんか取れるわけないわけだけど、一応こうちょっと目と目があったり触ってあげたり、はい、あとちゃんとあの大好きな人参あげたりとか、 あと一緒に歩いたりっていう時間から、やっぱ一緒にいる時間が長いければ長いほど、はい、警戒感がなくなるから、だからそれはね、この時番組を絡んでるんで、意外とその撮ってる時間より行ってる時間が長いかもしれないね。ああ、だからこの距離感で撮れるみたいな。そうじゃなかったらこんなレンズだったらもう誰だってね、大人、人間だって嫌じゃないですか。そう思います。よく撮らせてくれたなと思うよね。まあ、初めはこうやって望遠でちょっと遠目で撮ったと思うのよ。はい。徐々に徐々にコミュニケーションが生まれてくると、はい、撮れるってことかな。でまあ最後はね、体当たりで魚眼ぐらいで撮るわけじゃないですか、うん、すごい距離感ですよね、うん、本当はそこまでいかないと迫力がないよね、はい、ああ確かに、なんかいつも遠巻きで撮ってるっていう感じするから、だからこれに関しては、はい、あんまりアングルとか、はい、そういう話じゃなくて、はい、とりあえず彼との接近戦をどう成功させるか、あでもそれはコミュニケーションですね、そうそうそう、だから、うん、よしよしってよくやんなきゃいけないし、あの結構撮影終わった後ブラシで、あ、それそういうことすらもうやっ、ミカちゃんに教えてもらって、いろいろこうやって触るといいでしょとかさ、はい、やってた記憶があるから、それはあのそれはさ、誰だってワンちゃん撮るときも猫撮るときも、はい、こうね、やっぱり抱いてあげて安心させて撮るのとさ、はい、まあ、子供も一緒じゃないですか、うん、ね、だからそういう部分ではなんだろう、こっちは何もしないよ、あなたのこと好きなんだよっていう気持ちを出して少しずつ警戒感を取るってことかな。それでもあの全部に通じることな、まあそういうことなんだよ、全部通じることなんだよね。そうですね、別に露出なんてだけじゃなくて、はい、だからこの子やんちゃだから、はい、一緒にかけたりなんか回ったりして遊ぶと、はい、調子こいてガーンと乗ってくるわけ。危ないな、危ない、結構重いのよ、ね、その時も番組の写真なんか確かあったと思ったけど笑えるよ結構、はい、へーすごい、まあ、なんかありがとうございました。どうもです、はい、はい、どうも、はい、人気があるとやっぱ人が集まっちゃうから、俺も一緒、俺も一緒、あ、皆さん若き日の、うん、あ、でも本当に20年どころじゃないですよね。そうだよ、僕そんなに動物が得意な方じゃないんだけど、この子は可愛かったなっていう記憶があります。今あのワンちゃんの写真集あるからね、あー、ジジジジ、懐かしいですよね、ジジあったね、まあ、中は見ないんですけど、ちょっと一緒に出してみましょうか、はい、ジジ、こんなの、ジジは意外と動物やってるね、しかも天才でしたよね、この子は、これが天才、天才ジジ、あー、ちょっとこれもやってなかったか、可愛いよ、やってなかった、ちょっと後でっていうか、また今度やりましょうか、うん、これはね、賢そうだな、こいつ、まあ、小型犬なんだけど、多いんだけどこれの洋服作ってるね、はい、スタイリストで、まあ、いわゆる今じゃもうものすごい、ワンちゃんのファッションブランドでもうめちゃくちゃ有名な新井貴一っていう元スタイリストの、はい、まあ、今でもやってるのかな、はい、っていう人が、はい、まあ、ヨークシャテリア、自分のヨークシャテリアを飼ってて、はい、まあ、それをジジって呼んでて、はい、でそれで、まあ、ブランドを立ち上げて、でその時に可愛いねっていうんで、じゃあ写真集出そうよみたいな話とかそれでこれを いろいろ着てて可愛いんだ、可愛いですよね、これもなんかウェットスーツ着てるジジが行ってから始まっての、最初から引きっていうのがすごい、そう可愛い、可愛いんですよ、可愛い、これインディアンとか、これ可愛いですね、まあ、いろいろこうあるけど、まあ、はい、今度これゆっくりね、ここでおしまいします、はい、はい、動物特集は、またやります、またやります、はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました、どうも、はい、あ、チャンネル登録といいねボタンを押してもらえると喜びます。よろしくお願いします。お願いします。